アメリカ連邦会員議員3人が5月18日、ポンペオ国務長官とムニューシン財務長官に所管を送り、人権グローバルマグニツキー法を発動して、中共幹部10人を制裁するよう促しました。アメリカ会員のジムバンクス議員、ダン・クレンショー議員、ランス・グーデン議員は18日、ポンペオ国務長官とムニューシン財務長官に所管を送り、人権グローバルマグニツキー法を発動して、 中国共産党幹部10人を制裁するよう促しました。武漢市副市長の陳海慶氏、武漢市公安局長の李義隆氏と元副局長の賀賢中氏、国家衛生健康委員会主任の馬行医氏と副主任の王賀昌氏、中共外交部報道官の張立憲氏、元中共中南アフリカ大使の林昌天氏、 新疆ウイグル自治区のホータン工業情報科局副局長の張医師、中央政治局委員の陳全国氏、ハイクビジョンの会長陳宗南氏が制裁の対象となっています。書簡では、中共ウイルスの発生を外部に知らせた医師への弾圧、ジャーナリストの拘束、虚偽の情報、誤解を招く情報の拡散、米軍への誹謗中傷などが告発されています。 さらに彼らの行動は世界経済に深刻なダメージを与え数え切れないほどのアメリカ人や中国人の命を奪っている。彼らは2005年の国際保険規則や市民の人権及び国際関係における公正さと責任の基本原則に違反していると記されています。2005年の国際保険規則では大規模な疫病の発生があった場合には 速やかに世界保健機関 WHO に通知することが各国に義務付けられています。NTD ジャパンがお伝えしました。